ポルチェロチャンネル、ポルチェロチャンネル、ポルチェロチャンネル。はい、アンバルの声とね、一緒にお届けしましたポルチェロチャンネルですけども、な、何その入り方ちょっと漫才っぽくねなるほどね、うん、ちょっとテイスティングを変えてね、ということで今日は、はい、レキューダンジョンですね。そうですね、行ってみましょうか。行きましょう。ポロは初見なのですよ。俺ちょっと行っちゃったよね。そうでしょうね。うん、まだまだ石も回ってないよ。いや、ちょっとね、行くつもりなかったんやけどね、うん、気がついたらね、行ってたよね気がついてたら行ってたってどういうことですか？そうそう、ちょっとね、誘われてね。ああ、そういうことね、うん、あ、いいっすよいいっすよって言って、あれ、なんかここ初めて、なんやかこのダンジョンとか思いながらやりよったら、 石もらってさ、うん、ああみたいな、これ絶叫やんみたいななんか相当ね、結構 ね眠くてさ、ぼーっとしとったよね、うん、で普通になんかあれみたいな、あ、そういやこれ絶叫やんみたいな。なるほどね。じゃあいきますか。一応気持ちは初見ですよ。あの、あまり記憶にないけ、ぼーっとうつろうつろしよったけね、記憶にないはず、ね、じゃあこの揺るぎなき戦士、うん、いきますよ。いきましょう。オッケー。あ、ここはね、ここはもう一応 AP をね、マックス。これ意味あるんかね。え、今回もう意味ないんじゃない？あ、そうなんですか。あ、いや、まあいいや、いいよして、わかんないから。じゃあ一応しますね、うん、さてさて、8139ですよ。はい、これ火のヘビーワープって、もうこれ絶対ね、うん、特攻キャラもうラムちゃんでしょ。あー、そうだね、うん、見ませんよ私は、ボーナスキャラはね。いや、俺もね、見てないんやけどね、多分ルフレとかさ。ルフレ、うん、水やろこいつ。ああ、水ですね。まあ私はね、フルフォースのラムちゃんと、あ、アマナちゃんかな。アマナちゃんあたり来るんじゃないかな。まあ当てる系、まあ当てる系はいいんじゃない。俺一回行ってるし、いやいや、俺行ってるからさ、楽しみ楽しみ、ね、あ、じゃあポロは それで行ったら、でもここプニョ吉が出るからアマナはないと思うよ。本当だ、危ない危ない危ない、騙されるとこでしょ。いやいや、騙してないけどね。ということはオルガ？ああ、まあオルガもあるやろうね、多分。オルガいっちゃう？いや、ルフレだと思うよ。ん？ルフレ。オルガでしょ。武器何にしようかな。まあまあスノーメモでね。ラムちゃん。オルガは、わあ、どうしよう、何がいいんだろう。スノメモでいいんじゃない。ああ、いやいや、楽しくないよね、やっぱスイカ剣かなよし、はい、できましたよ。じゃあいきますか。ここは水地でいいんですかね。まあいいんじゃない。うん、じゃあ出発します。はい。うわ、ハンデッドいたいたねー。いや、ワープやけさ、貫通やけさ、ヘビーないよねヘビーだってラムちゃんがいるから、うわ、なんとかなるでしょう。どういう立ち回り、みんなに当てる感じかな。みんなに全然当たってないけどね当たった感まであったよね、うん、でもビータはね、絶対こいつは適正なはずだからね、うんうん。まあそうですよね。見た、今のムーブ。ムーブ？うん。ちゃんとプニョ吉を始末しましたよ。まあまあまあね。そうですね。いや、こうハンデッドいけると思うよ、俺マジで。あ、シパッとね。そう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 。まあ、確かに確かに。ちょっとちゃんとしっかりラムちゃんをね、弱点よりもラムちゃん当てることが重要だからね。ことは。おお、なるほどね。ブシャッとね。いやいや、いかに自分の舌を塗るかっていうね。そこ、そこ貪欲ですよね。そこ大切。ほらほらほら、うん、でもこう消えるやん、うんうん、プシャってなるけ、プシャってすぐプシャってなるよ。
じゃあもうハンゼットをいちいち塗らなくていいっていうストレスから解放できますね。プニョ吉全部倒してほしかったな。いや、みんな倒せるじゃん。ね、貫通だから。ほら、プチャってなったやろ。プチャってなったよね。おお、どうですか、この動き、このムーブ。いや、ナイスムーブですね。ナイスムーブやろ。プシャってなるよ、ほら。無敵やね、ハンデット、これね。うわー、これちょっいいんだけとハンタースキル打つ前にこう、最後さ、ラムちゃんでハンデット強くしてからハンタースキルでしまなすっていうね。るほどね。コちょっンボワーとドですね。新たなストレスを与えますよ。じゃあそこ成功させましょあ、これほら、こいつね、よう分からんのよね。消防の時のほら。そう。ほら。え？失礼。ちょっと全然ダメなムーブでしたね。ラムちゃん不明やった。塗って塗って。 結局塗ってあげないといけないって。あ、でも今塗れとるね、オルガのおかげで。 そうだね、オルガのね。これでも今燃えてないけど何も攻撃してこないない。してきたー。 しかもハンデッお、でもオルガが塗ってくれたよ。いや、これ濡れてる？ワンチャン濡れてるよ。濡れてない。すぐ塗ろう。これはどういう攻撃なのかな。やっぱり燃えるのかな。これちょっとやばいね、調子乗っとったら。使いましょう。これ、オルガは？これ動き回るのかな。まあ、いった。左のあのギフトがマークついたやん。あいつを倒すべきなんじゃないですか。本当だ。濡れたよ。ギフト。お、ああ、これディフェディフェンンススダダウウンンね。ね。あ、やばい。ああ、大丈夫、大丈夫。そんなに怖くないかな。いやー、でもこのボス、前のさ、消防の時だったら火力がやっぱあるけさ。そうだね。よし、次でもね。わ、あ危ー、危なっ。なカロリーよ、カロリー。いい感じですよ。いい感じやろ。確かにいまいちボスの攻撃。いやいや、侮ったらいけんって。俺たちの悪いあ、燃え癖てよ。る。ほら燃えてほる。らほらほら。これ反撃？まあ、でもプニョを片付けないとね。そうね。いいや。ちょっと砂時計取らんとってね。すごいチェックするよね、アイテムのね。すごいよね、まあ、そのハンデッ嗅トです覚からね。ね。ああ、うわー。しくった。まあ、大丈夫ですよ。だってあれ取らんどけばまたハンデッドに回ってくるわけやきね。でもこれ取っちゃうんじゃない？ここ当てれる？ほら。まあ、ね。固まってるからね。やばいね、これ。カロリーもね、そろそろ取らないと怖いよ。取った方がいい？あ、まだ攻撃大丈夫。いや、いいですね。次、カロリーでかくなるやろ。うわ、砂時計パラダイスになったよ、これ。右取らんでよ、右。左はいいよ、取って。でもカロリー取らないと。カロリー取っていいよ。どういうこと、どういうこと、無理 よ。カロこリーの、は取っていい。だけ斜めど、に行けばいいってこと。そうそう。か。わあ。指示しましたからね、これ。いやー、その動き方はないよいや、でもどね。のみちほらボスまあ倒しちゃったね。からね、残したとしても。ラムちゃん使えんやん。ギリ使えませんね。だからラムちゃんに取らせておけばよかったものを。まあそうね。
青くなってるよこれ。どうなの？わかんないけど、それとりあえず離れとこうか。うん、うん、そうだね。ね。いや、いい動きだったんじゃないですか今の。ナイスムーブ。なんだろうこの色。あ、これ何？ああ、停止陣ね。あのなんか緑のやつと一緒やね。ああ、緑のやつ。おお、いいですね。わあ、ギリ当たらなかったね。調子悪いですね、ジェロさん。いや、これはもう、お、カロリー出た。これ大丈夫やね。いきますよ。え、そいつ動くの？え、動かないの？え、さっき動かなくなかった？え、動かなかった？着弾周囲。あ、指定方向へ放つか。やめとこ。危ない危ない危ない。危なかったよ。これはいい感じやね。うんうん、まあ、水も残ってるしね。これも行かしていただこうかな。あ、行きますか。いや、いいや。お。ああ、もうこれはね、これ、うん、あれですか。ラムちゃんがハンタースキル使って、そうハンデットまで持ち越す感じですか、うん。とりあえずハンデットに必ず当てて、もう中華ハンデットにしか当てなくてもいいぐらいね、これ。わかりましたよ。うん。これでいいんですね。うん。オッケー。いやー、危ないな、やりすぎやね、ちょっと。危ない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 。つぶしゅ。あ、でここでさ、俺が水打ち打って。うん、あ、そうだね。ああ、消された。とりあえず取ろう。倒しちゃう、倒しちゃうよ、倒しちゃうよ。これ無理くないですか？これもうあれしたらいいね、スキップしたらいいや。ああ、なるほどね、スキップね、うん。あ、それかハンタースキル全然違うとこ打ったら？あ、なるほどなるほど。うん。こう、こういうことかな？横に打っとこうか。大丈夫なんかね。え、どういうことどういうこと？あ、リンクコンボ誘発って書いておけ、ちょっとやばいかもよ。あ、やめとこうか。じゃあもうやっぱりスキップか。そうやね、10秒ぐらい待とう、うん、そうですね。いやー、ここまでよいしょしないといけないんですかね、チェロさん。まあまあまあ、いいんじゃないですか。ただね、弱点が上っちゅうのがね、うん、いやでも、もう体力ないですけどね、ボスね。お、うまーく当てれますかね。こんなもんかな。お、来たよ来たよ来たよ。見てほら、この弱点への嗅覚ね。ありがとうございます。やりましたね。すごいシュッて入ったら、シュッて、うん、びっくりするぐらいシュッて入ったよね。なんかね、弱点へのね、こうロードが見えるんよ、なんか、うん、最近なんか分からんけど。そうなんですね。まあうまくいった時は何とでも言えますからね。まあまあまあ、そうですよ。ちょっと失敗してほしかった感はありますけどね。はい、ということでね、無事クリアできましたね。できましたね。シュピーゲル。なるほどね。はい、まあまあなんとかね、うん、いけましたよ。いけましたね。うん、でね、なんかアングラーも追加されるみたいだからね、うんうん、まあ、ちょっとまたね、闇ライブをねクリアできるまでみたいなね。そうですね。でもね、言ったらもう精神と時の部屋みたいな感じで思ってもらえたらいいと思うよ。修行を積んでもらってね。そうそうそう、ライブでクリアできずにソロでしたらクリアできるっていうね、ジンクスがあるから。そう、そうだったよね。うん、はい、ということでね、今日はこの辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。